地獄のあまりの恐ろしさに魂のままでいられず、体に潜り込んだのが運の尽き。押し出されたジンクロウの魂が大鬼に見つかって、あっという間に食べられてしまった。わらわ一人では来た道を戻るのは無理というもの。いつまでも隠れて泣いていても仕方がない。ジンクロウの魂が食べられたのもわらわの臆病が元なら、悪人とて放っておかれようか。こうなったら肝を据えて。なんだなんだ、おめえまだ生きとるが。ここは地獄だっぺ。鬼にかじられても文句は言えねえべ。どうかお通しくださいませ。鬼の大将様に御用があって参りました。うん、親瓶に御用とな。嘘でねえなら勝手に食っては大目玉を食らうべ。仕方がねえ、早よ行け。どうして生身の人間がこんなところにおるだ。そういえば大暴れしてるやつがおると報告があったが、おめえか。これこの通り怪しいものではありません。鬼の大将様に御用があって参りました。なんだべ、そそとした物腰で。報告とはえらい違いじゃ。もし人違いだったら面倒じゃ。行くがええだ。生きたまま地獄に迷い込んでくるとは間抜けねえ。わしがエンマ様よりここら一帯の地獄を任されとる大鬼よ。あなた様にお願いがあって御前に参りました。何卒お聞き届けくださいますように。己の業の罪滅ぼしにせめて最後の一膳あなた様をおもてなしさせていただきたいのでございます。お前がわしをもてなすと何も持っておらぬではないか。仏が虎に我が身を差し出した例えもございます。功徳を施すと思って何とぞわらわをご賞味くださいますよ。何、自らを食ってくれと申すか。骨張った亡者の肉には飽き飽きしていたところだ。肉好きのいい娘なら願ってもない。いざ食わん。お待ちください。私もお膳に登るなど滅多にあることではありませんから、せっかくなら一層おいしく召し上がっていただきたく存じます。都で大層流行なのが生きたままつるりと飲み下して喉越しを楽しむという魚の食べ方でございます。あなた様もぜひこの味わい方を一度お試しくださいませ。人間の流行りと言われれば気になる。そのようにうまいなら一つそれで食ってみよう。噛まずに飲むのじゃな。どれ。あーむ。でかしたぞ桃姫。我ながら丸気な幕切れに呆れ果てておったが、まだ運は尽きておらなんだ。
Hit!